はい、半幕の本家の半魔岩先生です。本物の貴族の半魔岩先生です。人間の上の生物を教えてますけども、でですね、人間たちの問題ですね。で、生物ってね、宇宙全体で生きてまして、人間よりか強いね、頭のいい私の敵の宇宙生物がいるんですね。で、それで宇宙戦争が行われてます。私と、ね、上の生物の私は単独生物なんですね、通常はね。で、能力生物で生きてるわけですね。まあ言うなれば、スターゲートで出てくるターミネーターとかね、生き返られる装置、石棺とか、そういうのを昔に発明してね、殺されて地球から生まれた、人間から生まれ直したわけですね。で、今も宇宙戦争が行われてます。で、私とね、宇宙のね、宇宙生物、ね、人間より頭のいい宇宙生物と戦争は行われてます。で、人間はね、相当低いんで、知能が低いんで、人間全員ぐらいだと私単独でも対抗できるんですね。上の生物なんで。ただね、生物というのはもう元々から宇宙生物全体で生きてますから、でまた私は全ての宇宙生物との戦争がありましてね。でそれで人間はどうやって私の方に攻撃するかというと、その宇宙生物、人間自分たちよりかね、人間たちよりか頭のいい宇宙生物と一緒に私に戦ってきて、私はいつもきついわけですね、地球に私が住んでてね、ということをよく知っていただきたいね。だから人間だけじゃないんだよって、私に攻撃、人間全員が私に攻撃してるだけじゃないんですよ。人間たちは知ってますか、人間よりかお前たちよりか頭のいい生物と一緒に私と対抗してきてるからね、私は厳しいんですよって。人間たちだけ全員ぐらい100億人ぐらいだったら全然問題外ですよと、問題外ってわけじゃないけどね、危ないですけど、ということなんですよ。それでその人間の地位は、その上の生物との差、人間よりか上の生物って、ね、一緒に来てますけど、どんな生物か知ってますかって、相当高いですよ、知能、ね、めちゃめちゃ強いですよということを知らないわけですね。それで人間たちは一緒に入るには相当下っ端で、全員特攻隊としてしか働けません。知能が低いんで、人間だけは知能低いんで、全員特攻隊の仕事だけですよ、ね、もう戦争、こっちに対抗するとかもう死ぬしかないわけです。後がないわけですね。で、上の生物はそうじゃないです。もう上の生物の、人間よりか頭のいい上の生物、管理してる人間を管理してて一緒に来てますね。私に攻撃来てるその敵の生物ってのは強いんで、宇宙生物の人間よりか頭のいい生物は強いから簡単にやられませんから。ただ人間との差は、人間は低いですから特攻隊としか雇いません、ね、で人間たちはそれで生きてるわけで、もうこっちに戦闘した人間っていうのはもう死かないわけですね、か勝つしかないです。宇宙戦争でね、私の方の上の生物とね戦って勝つしか生きる道がないわけです。で人間の上の生物ね、強い生物、頭のいい生物、敵ですけども、それは強いんで、まだ全然、特攻隊としても動かないし、知能だけですからね、後で呪縛結ぶかもしれませんから ね、ね、お互いの力だね、という関係なんですね。人間たちの場合はもう野蛮だから特攻隊としか動くことできないわけです。もう後はないわけですね。そういうことで向かってきてるんですよということをよく教えてる。低いんですよ、すごく地位低いんですよって、人間たち全員ね。そういうことをね、よくちょっと知っていただきたいというんですね。なんかめちゃめちゃな、気違いなようなこと話をしてるかっていうんじゃなくて、本当の真実なんです。人間はまだ知能低いんで分かんないわけですね。それを教えているわけです、ね、もう原始的で動くとかね、たまに私は情報を教えてあげてるんです、人間にね。
知能に。今回ね、教えているのは、放射線レーザー切断機ね。これ、木材の加工でね、外側を傷つけないでカッティングができるんですね。これ、治療用の放射線治療ありますでしょ。一部を焼くんだけど、そのちょっと複雑なやつですね。もっと精密なやつですね。強力なやつ。だから、あの木材加工するのに中だけカッティングができるんですね。外側傷つけない。だから、どんなカッティングでもできるんですよ。そういうのもまだ知らないんで、人間たちに教えてたりね、ホームページで掲示にして教えてあげてるわけです。私が開発したものだということでね。そういうふうな原始的なことが多いんで、人間たちをたまに指導してね、話してる。ただ、勝手に私が話しても聞いてくんないよな。ね。その情報を教えてあげて、一緒に聞いてもらう。聞いてもらおうと、私の話をね。ということなんですよ。労働でも楽になりますでしょ。家建てるのに建築技術というのね。そういうことなんですね。あと、無限エネルギーとかね、いうもの、これはできそうですよとかね、教えてあげてるわけです。たまにページに書いてあげてね。ということなんですね。ただ、私が言いたいことだけ言ってるわけじゃないんで、ダメですよって、妨害しても、他の人にやられますよと教えてるんですね。そういう利口な方法で、ちゃんと YouTube で話してるということね、ぜひ知ってください。人間たちと共存できるようにな話し方ということですね。自分勝手に話してないということですね。それを知らない人がよく来るんですけどね。そういうことでね、ぜひ共存ということでね、戦いは注意しましょうということでね、宇宙戦争には参加しないようにと、人間たちはね。ということで、単なる